ねえねえ、ささみちゃん、今日のクラス会の議題って何なのかな。多分また高井戸先生のダジャレを1時間聞かされるんだよ、きっと。あれがなければいい先生なんだけどね。皆さん、お静かに。あれ、先生は？ご心配なく、今日のクラス会はこのクラス委員の下連尺白亜が仕切らせていただきます。今日の議題はズバリ、来週行われるクラス対抗バレーボール大会でいかに優勝するかです。バレーボール大会？ラジオドラマシリーズ魔法少女プリティサミーオリジナル第19話、燃えろ校内バレーボール大会の巻。我がクラスが勝利を収めるには大会って、まあ、そんなのあったっけ。そういえば先生が先週言ってたわ。バレエといっても白鳥の湖を踊るわけじゃないと。強化訓練を行いますから。そうだったかな。そのつもりで。いいですね、萌田さんに天元寺さん。はい、なんか言ってた。ご通行中の皆さん、おはようございます。本日、阿佐ヶ谷駅北口にオープンしたラーメン2の店、はてな軒。今ならサービス期間中につき、3食餃子を半額でご奉仕。はーい、ティッシュをどうぞ。納豆ラーメンにマグロラーメン、後味すっきりの抹茶ラーメン。他の店では味わえない素敵なラーメンばかりですよ。ああ、それにしても、清根星の第一王女ともあろうものがこんな辺境の星でラーメン屋の呼び込みだなんて。ティッシュちょうだい。あ、どうぞ。はてな軒をよろしくお願いします。清根様もすっかり呼び込みが板についてきましたね。だから、あんたたちが不甲斐ないせいでしょ。あんたのせいで。あんたのせいで。清根様、ご通行中の皆さんの前で宇宙無知だけはご勘弁を。宇宙無知だけは。花君、目立ちまくりだね。羨ましいぞ。じゃあ、もつらといえばお前がな。はてな剣は本日真相回転。あ、清根様、お許しよ。あ、ティッシュをどうぞ。もっとガッチリとブロックしなきゃダメです。そんなに高くジャンプできないよ。天元寺さん、満足にトスも上げられなくてどうするんです。それじゃあスパイクも打てません。私って天才少女だけど運動は苦手なのよね。ダメです、全然ダメです。このままじゃ勝てない。クラス対抗バレーボール大会は大敗北。最下位になってクラス委員である私の評価もダメになる。白亜ちゃん、わかりました。今日から天元寺さんがまともなトスを上げられるようになるまで居残り訓練の時間を延長します。俺、家に帰ってゲームしたいもん。そうだそうだ。私、お茶とお花の稽古もあるのに。めんどいって感じ。ちょっと白亜ちゃん、それってクラス委員の石鹸乱用なんじゃない。わしゅちゃん、食券よ食券。いいえ、世のため、人のため、正義のためです。それに白亜ちゃん、さっきから文句ばっかり。そんなに言うならお手本見せてよ。いいです、私はキャプテンなんですから。とかなんとか言って。本当は白亜ちゃんもバレーボール苦手なんじゃないの。わかりました。私の必殺スパイクを見せて差し上げましょう。萌田さん、トスを上げてください。行くわよ、白亜ちゃん。どっからでもかかってきなさい。そーれ、行きます。下連尺流必殺スパイク、その名もギャラクシー白亜ちゃんボール3号。すごいかも。マジカルバーニングシュート。へ、からぶり。なんだ、白亜ちゃんも下手っぴなんじゃない。今のはトスの上げ方が良くなかったんです。白亜ちゃん、自分勝手よ。そういうのわがパパって言うんじゃないの。わしゅちゃん、わがままよわがまま。天元寺さんだっていつも変な発明をしてみんなに迷惑をかけてます。それとこれとは別よ。ロンドンをすり替えないで。わしゅちゃん、論点よ論点。別じゃありません、同じです。別、同じです。あ、みんな
それぐらいにしてさ。萌田さんは黙ってて。はい。とにかく強化訓練は続けますから。そんなの一人でやれば。やっぱり自分勝手なのは天元寺さんです。赤ちゃんよ。天元寺さんです。赤ちゃん。天元寺さん。どうでもいいけど、二人とも早く帰ろうよ。アホアホ。花くん、カッチン、コンビニで期限切れのびっくりチキンカツ弁当を分けてもらってきたわよ。お茶の用意はできてる？ちょっと花くん、カッチン。何よこれ、置き手紙？何何？清音様、申し訳ありません。宇宙鞭で打たれるだけの生活に嫌気がさしました。しばらく旅に出ます。探さないでください。カッチンも面白そうだからついてくると言っています。それでは清音様、お世話になりました。なんですって。アホアホ。なんということか。ささみたちは学園ドラマを演じきり、清音様ご一行はホームドラマにひた走っている。こんな調子で次回はヒロインであるはずのサミーの見せ場はあるのか。という要望もあることだし、一つ、次回は地球のために、みんなの未来のために戦え、魔法少女プリティサミー。